湯八がある通りの近くですね、ここは。今日からパンマサルさんがテイクアウトのお弁当を始めたということについて取材に来てみました。いつもは人通り多い道なんですが、やはり人影は少ないです。ただ車は時々走っています。ここがパンマサルさんになりますね。さらに2軒隣にデレルージュ、あとインハッチンがあります。お店に入ってみます。こちらがメニューになるようですね。来ました。